はい、ハロー YouTube、 皆さんどうお過ごしでしょうか。ということで今回は、僕が、人生から省いたことを3選ということで、ちょっとまあ軽く人からしたらぶっ飛びモードみたいな感じで、そういう内容の3選というのを紹介したいなと思っております。で、一つはですね、ここはまあまとめてなんですけど、歯磨き粉とボディーソープとシャンプー使ってないっていう男なんですよね、実はね。まあ理由っていうのはいらなくていいんじゃねえかっていう感じなのと、まあ、歯磨き粉はなんか歯が削れるんじゃないかなとかね、逆に歯が弱くなるんじゃないかなとかね。で、ボディーソープとかも石鹸とかも、なんていうんかな、シャンプーとかもそうですけど、まあ湯シャンっていうのはたまに聞いたりしますよね。湯シャン、もうシャンプー使わない、でもボディーソープ使わないっていうのはあんま聞いたことないんですけど、なんかやっぱり不必要なものなんじゃないかなとかね。あと過去たどるとそんなん使ってないから、そっちの方が健全なんじゃないかなみたいな、そんな感じですね。はい、まあちょっとざっくりしてるんですけど、一つはそういうあらゆる洗剤みたいなのを体にもつけてないという感じだね。香水とかもしっかりですけど。で、二つ目っていうのはですね、まあ、これ結構もう高校生時代からもう終了したやつなんですけど、床屋さん、髪を、お店で切ってないんですよね、実は。それがなんだろうね、自分で切れるなみたいな、なんか うまく言えないんですけど、まあ、とりあえずお店で髪を切ってないっていうのがずっと高校生以来からだから、まあ、高校生で最後だったね。だからずっと自分で切ってます。2つ目で、最後はこれ今まだ途中経過と、まあ、願望でもあるんですけど、これは結構ぶっ飛びモードですけど、最後3つ目っていうのは、不食ですね。物食べねえっていう感じなのを今やろうとしていってます。まだ全然食べちゃったりはしてるんですけど、いろいろ考えて経験してきた結果、あ、これやっぱり物食べなくていけるんだなっていうのを、まあ、感覚と、まあ、感じてまして、そういうのをやろうとしていってる状態ですね。肉食っていうのも完全にはまだやめれてないんですけど、結構もう肉食べてないです。で、効果としてはまあ例えば、まあ、臭くならないとかね、お腹の調子が良くなるとか、不食です。はい、未来予想図としてもおそらく、まあ、人間が物を食べなくなってくるっていうのはおそらく出てくるという感じだね。まあぶっ飛んでお前正気かよみたいなね、感じはあるかもしれないですけど、それもね、日本人というか1日3食とかね、物を食べねば戦はできんとか、いろんな刷り込みというか言われてきたから、まあ仕方ないところはあるんですけど、まあ時代というかね、どんどん移行していってると。まあ、個人の感想なんで、ジャッキーはそんな感じなんだ、面白いねってだけなんでね。で、今後もそういう経過を通して、どういうふうに自分が変わっていったとかね、こういう効果がありました、こういう感じで失敗しましたとかあるかもしれないですけど、情報の方伝えていけたらいいなって思っております。まああとお金浮くね、それがね、もう本当にね、お金の出先がほとんど酒になっちゃってるんで、だからそのボディーソープとかね、その石鹸類買ってなくても、髪の毛ずっと切ってなくても、物食べなくても、まだ酒に飛ぶから、ある意味で言うとお酒さえね、やめていったら、まあ、見える景色というのはどんどん変わっていくなって感じです。あの、自分の個人の感想なんですけど、面白いかなっていう感じでお話の方させていただきました。裸で生まれて裸で死ぬ、いらないものは何かと、本当に必要なものは何かっていうのをね、考えたら楽しいなって思っております。ということで、今回、僕が人生から外したもの3選ということで、ちょっとぶっ飛び目線わかんないですけど話の方させていただきました。ご視聴ありがとうございます。失礼します。